はい、こんにちは、山陽と申します。さあ、今日今どこにおるかというとですね、まあ、これでは分かりにくいかもしれませんけど、これはね、三重県のね、亀山市のね、ちょうどね、そこの奥にね、見えるのがね、これね、亀山のインターのところですね、亀山のインターの前のファミリーマート、まあ、普通その名も、ファミリーマート亀山インター店のね、前におるわけですけど、今日は何をしようかというとですね、なんと、何も考えてないんですね。ということでね、今日はね、ふらりとお出かけ。いや、本当はね、今日は家でね、思ってね、今日何日かって言ったら6月の26日でしてね、何があるかというとですね、これはね、観光業界ではですね、なんと、梅雨イベントっていうね、梅雨イベントって今呼んでますけどね、が、今日から、今日というか、本当はね、昨日のところからのはずなんですけど、まあ、メンテナンスが結局、やっぱ12時てっぺん越したんで、今日から始まってると、いうことなんですけどね。ということで、本来イベント初日だからね、ガンガンおめえ、ね、観光でやらずにお前出かけとってええんかって言ったらね、まああんま良くないんですけど、ちょっと今回はとりあえずね、ちょっと、ある程度情報がね、落ち着くまではね、どうしようかな。ちょっとね、資材がね、ちょっとやばいとかっていうのがありますもんでね。というのもあって、まあ本当はね、で、今日はね、雨予報だったんですよ。それでね、やめとこかな、出かけるのやめとこかなとかって思ってたんですけどね、思いのほか天気を持ってね、あれ思ったより天気いいなぁ。で、いうことでね、それほど暑くもないし、あ、じゃあこれお出かけ日和やからね、せっかくからちょっと出かけようかということですね。で、いうことで、でまあ仕事終わって、そのまんま、仕事終わってからね、そのまんま来てし、しまって、どうしようかなと思いながら、とりあえず亀山まで走ってきたということです。さあ本当にね、どっちに行こうかな。ちょうどね、ここでね、一つね、なんか決めていこうと思います。こう、ね、やっていこうと思うんですけど、なんかね、決めるのにいい方法ないかなと思ってね、ちょっとね、考えながらね、とりあえず飲み物かね、買いにね、ファミリーマートにね、寄ろうってわけですね。さてね、雑作戦会議になりました。じゃあどうしようかなと思ったんですけど、いいこと思いつきましたよね。ね、今、鉄道線は僕どうしよう、西の方に行こうかなと思ったんですけどね、天気とかね、確認してみたらね、どうも西の方から先に悪くなると。いうことで、じゃあ東どうしようかなと思ったらですね、そういえばね、いいこと思いついたんですよ。実はうちのチャンネルのね、新しいね、登録していただいた方がいまして、おかげさまで50名に乗ったんですよ。で、そのね、登録してくれたのが、まあ、友達なんですけど、ね、なんとね、近いうちにね、ちょっと静岡にね、仕事の都合でね、転勤になれて、ね、静岡で進むということになったらしいんですよ。ということで、静岡のこと何もわからんって言ってたんですよね。これは我々の出番じゃないですか。で、うちのね、大事な視聴者様が静岡に行かれるということなので、これはやはりね、うちのチャンネルを上げてね、静岡の徹底調査を行おうと、いうことですね。ということでね、静岡に行ってみようと思います。まあ、当面、新都名何で行くかわかりませんけど、とりあえずここから高速乗ってね、静岡にね、向かいたいと思います。そうすると、東名阪に乗ったらいいのかな。さあ、ね。まあ、ここまで話しとって思いましたよ。だったら、四日市から直接向かえばよかったとはね、思ってますけど、まあ、せっかくですから、じゃあ行きましょう。ということでね、出発進行していきたいと思います。よいしょ。はいよ。ということで、とりあえずね、岡崎サービスエリアってとこまで来ましたけど、新東名の方で来てるみたいです。どうも、差し取ったらそっちの方に取ったみたいで。面白いのがね、さっきね、ちょっとここで、そう、ガソリン入れてたんやけどね、失敗しましたね。四日市の方で入れるときはよかったね。やっぱしね、こっちの方に来るとちょっと値段が上がるんですよね。忘れてました。まあ、高速道路やで、ちょっとまだ兼ね合いが違うかもしれませんけど、今の時期はね、やっぱね、四日市で入れた方が安いんですよ。ね、しまったしまった。20円くらい違うかな。結構大きいですよね。ということでね、これはね、失敗したところなんですけど、これ面白いのがね、ガソリンスタンドが手前にあるんですね。これで最初に入れないといけないんですね。後からは入れないっていうことなんで、もうちょっと先に入れときましたけどね。これ、こっち側とこっち側で、こう、上下線でね、一緒の、こう、スタンドを使っとるみたいで、ですんで、これ、上り線の方なんですけど、どこがこう、今ね、車入ってきました。あそこの方でクーッとギューして。で、下り線は下り線で、これで下り線は最後になるようになったのかな。こっちからずーっと行って、出口の手前のところにあって、こっちに寄れますよってことなんで、結構上りと下りで結構いろいろと違うけど、要は同じ位置に作ってね、まとめてやるっていうことで、どうも効率化を図ってるみたいですね。まあなるほど、こういう工夫がいろいろあるんだ。最近のね、インターだいぶ上下ね、一緒のところに作るっていうのが増えてますけど、そうすると一つのところにでかいので集約ができますからねっていうことなんですけどね。いや、しかし、大きい、新しいですね。トイレもね、綺麗です。今のトイレってあれなんですね。更衣室があるんですね。びっくりです。で、これでね、こっちの方入ったところに上下一緒の、レストランとかがあるみたいですけど、まあ、飯はね、
軽くでいいかな。静岡でね、いっぱい食べたいですからね。まあ、じゃあ、いや、岡崎もね、まあ、名物いっぱいありますけど、岡崎といえば、まあ、味噌ですよね。八丁味噌が有名ですけどね。まあ、あとは何があったっけな。岡崎ね、何やかんやって一時期仕事でよく来てたんですけどね、岡崎のイメージはね、とにかく豚骨ラーメン屋さんのうまい店が多いと。むやみやたらに豚骨ラーメン屋さんがあって、そしてどこの店に入っても豚骨ラーメンがうまいっていうのがね、私の岡崎のイメージなんですけどね。どうなんでしょう。麺屋橋とかね、よく行ってましたね。よいしょ。トイレもね、きれいですよね。よいしょ。大して重要なことでもないんですけど、こんなところにガス高速道路のガスステーションの一覧なんてあるんですね。で、こうやって見てみると、本当にもうエネオスとシェルと出光だけになったんですね。で、出光とシェルがね、くっつきましたから、事実上のもう二社体制なんですね。ソラトはどこにあるんだ。あ、そっか、淡路がそういえばソラトでしたね。ね、こうしてみるとね、っていう。あと、なんか岡崎はなんかいろいろ通してるんですね。ちょっと私もあんま詳しくなくてあれなんですけど、まあ岡崎といえば三河のね、二大拠点の人の人ですよね。豊橋と岡崎があったっていうか、ちょっとね、二つの面で、こんななんかやつもやってるんですね。で、中も綺麗ですね。ちょっとお客さん多いからあんまり映せないけど、いろいろ店もあるな。カスタードソフト。なんか美味しそうやな。それにしようかな。はい、ということで買ってきましたよ。なんかカスタードソフト、名古屋コーチンとかっていうカスタードソフトらしいですよ。ね、美味しそう。これは美味しそうじゃないですか。車で食べようかな。外で食べようかな。まだこれの時間だったらね。よいしょ。さあ、ってことでね、買ってきましたけど、なんかカメラの角度が悪いな。早速食べてますけど、いやー、これ美味しいですね。バニラソフトの濃厚なやつってありますけど、いや、卵が濃厚ですんで、本当に、シュークリームのカスタードをね、それも、ちょっと洋菓子屋さんに売っとるようなね、ちゃんとしたシュークリームのカスタードを、ソフトクリームした感じでね、これはね、美味しいですね。税別320円で340くらいだったかな。美味しい。これ不思議なもんであれですね、新しいカメラだとちょっと角度が上すぎて映らなくなっちゃうんですね。これあれですね、なんかちょっと調節するもん買わなあかんな。これ古いカメラだと、ああでもダメか。なんかね、新しいカメラにスーッと滑っちゃうんですよね。もしかしたらカバーがあれかな。同じようなカバーなんですけど、ちょっとやっぱし材質が滑りやすいのかな。まあ、9時42分。まあ、どうかな。お昼までには入れるかな。これいいですね。コーンが。あ、さすが、日清のコーンだけど。ワッフルコーンで、分厚いんでしっかりしてるので、そこがね、ちゃんと染みてこないんですよね。では、行ってみようと思いますよ。これは、しかし、出すのが大変やな。もう、隣に、柴犬のワンちゃんが。これ音入ってるのかな。さあ、ということで新東名からそれで静岡市にはもう入ってます。まあ亀山から3時間半ね。まあ四日市からやったら3時間で来れるんですよね、片道。まあ今日は道はそんなに混んでなかった。渋滞はね、してなかったですし、新東名で来ましたけど、まあ途中50キロ制限があったんでね、ちょっと、スピードダウンはしてましたけど、来やすかったんじゃないかなと思います。さあ、セブンイレブンもありますし、何があるのかな、静岡。ちょうど11時ですからね、もし美味しそうなところあったらね、さっと入りたいところですよね。12時だとね、多分混んできますからね、お昼は。何があるのかな。そしてこれは静岡市でもどの辺りなのかがよく分かってないですからね、私も。何せ今日は静岡の調査ですからね。さあ、バス停はなんか白いですね。白いバス停は、はあはあはあ、ね。三重県は緑色ですからね、基本。三重交通がね。ここら辺は何バス？静岡交通？あれ、静鉄がバスやってましたっけ？何かな？
上野市ありますね。はいはいはい。仏壇屋さん、モダン仏壇ね、えらいモダンな作りですね。めっちゃモダンやな。すみません、ちょっと予想以上にモダンでしたね。あれは仏壇屋って書いてなけりゃ、とても仏壇屋とは気づかんな。さあ、すき家が出てきましたね。まあ、ここまで来てね、すき家ってのもね、何あれは何屋さん、マグロ屋、マグロ屋。お弁当、鮮魚惣菜弁当、マグロ屋。ほう、ほう、なんか地元っぽいの出ましたね。スーパードラッグストア、これは何でしょう。京林堂、あ、これ今日、今日はあれですね、この画面だといい感じで入りますね。そう、これ京林堂って、へえ。きっとこっちのは有名なんですよね。このになんかニコちゃんマークって感じのマークになってますけどね、黄色いし、スマイルな感じのね。すごいですね。ドラッグストアの中にアイフルが入ってるんですね。あ、これワイドレンズいいですね。ちょうど車載映像を撮るのにいいな、これ。前回はね、ワイド映像じゃなかったんですよね。はい、カメラ戻しましたよ。なんかあっちのカメラだとセンサー異常が出るみたいですね。さて、やっぱしダメですね。前のカメラを向けるとどっちにしても結局やっぱしなんか温度が上がってダメって出ますけど、おや、カラオケバンバンの案内が出ましたね。こんなとこに作ったカラセテン。へえ。まあ私もね、やめてからしばらく経ちましたね。私がおった頃は三島松本しかありませんでしたけどね。あ、そっから作ったんでしょうね。へえ。さてと買ってきましたけど、いや、やっぱ静岡に来るといろいろと違いますね。いろいろと違いますね。まあ、ウェルシア寄ってきたんですけどね。これなんていうのやろね。靴ヶ谷かな。いや、よく靴掛けとかって言って、書く字ですね。水に引いて書くね。字に谷、ちょっとまた後で調べておこうかなと思いますけど。結構いろいろとね、衝撃的なことがね、わかりましたけどね。まずね、入ってる ATM がすげえ、なんか聞いたことない ATM が入ってましたね。どこの ATM だったのかな。なんか全然何も書いてなかったんですけどね。りそな銀行が漢字になっとるな。りそななんですね。へぇ。あんまり、あ、まあ、三重にりそな銀行の ATM あるのはありますけど、ね、四日市にね、もともと支店ありましたからね。なあ、リスナーってもともと大阪ですもんね。うん。やけど、いや、初めて見る、なんか、独特な ATM ですね。E ネットみたいな感じなんですけど、E ネットではないみたいですね。っていう感じで。まあ、とりあえず買ってきたんですけど、まあ、買ってきたのはね、ちょっと洗剤をね、最近ね、ちょっと洗剤をね、たまたま、つい先日買ったんですけどね、まあ、大手のね、結構新しい新発売っていうやってるやつだったんですけどね、買ってみたらね、久しぶりにね、全く匂いが合わなくてですね、匂いがね、そんな変な匂いじゃないはずなんですけど、どこもね、買ってからね、全く匂いが、おお、これは久しぶりに全く合わんぞという、やつでですね、来とってですね、ちょっと、っていう感じだったんで、なんでね、それのね、影響なのか、また、ライオン、普段ね、いつもライオンのね、ハレタとかで、ね、使っとったり、あとは、業務用洗剤とかね、作業着用の洗剤とか使ってたりしてたんですけど、ちょうどなんか、ナノックスの新しい匂い専用っていうのが出てたんで、匂いでうんってなっとったところなんで、前はね、ハイジアよく使ってたんですけどね、で、まあ、ナノックスでなんか困難が出たってなったら、部屋干しもできるみたいなんでね、私よく部屋干しするのはこれは重宝するぞと、いうことでね、またライオンに戻しました。多分ね、ライオンをずっと使っとったんで、多分これで匂いは大丈夫やと思います。あとね、なんかこんなの持ってるんですよ。パレードとかで持ってると思いますよ。アクエリアスのね、なんかタブレットってあるんですけど、これからね、このあたり30度超えてくるんで、もう今もね、もう温度計30度超えてますからね、これはね、ちょっと、一応買っといた方がいいやろうってことで、ね、買ってきましたよ。いうことで、あとはね、やっぱ静岡といえばね、静岡に来たら静岡ならではのものをまず買わないとないと思いましてね、とりあえず買っときましたよ、静岡ならではのもの。はい、じゃじゃん、ゴミ袋。いや、それはそうですよね。
あのゴミ袋ってご当地ならではですからね。でこれなんで思い込んだかってどうするんやって、そうなんですよ。あのね、リスナーさんがね、あのね、うちのこのあの視聴者のね、チャンネル登録していただいたね、方がですね、静岡に越していくということですかね。じゃあ、越した先でね、必ず必要になるものは何か、ゴミ袋じゃないですか。これほど実用的なものはありません。そして今いるところではなかなか買えませんからね、ゴミ袋って本当に ね通販でもね、なかなか売ってないじゃないですかね、市の指定ゴミ袋は。でこれね、静岡市の指定ゴミ袋ってことなんでね。ところで本当に静岡市なんでしょうね。私静岡市かどうか聞いてない、静岡としか聞いてないんですけど、浜松とかじゃないと思いますからね。まあね、市が違ったら使えないんで何とも言いませんけど、一応ねこれをね、あのお土産にね持っていこうと思います。ちなみにね、50枚入りでね398円、ああ違う、50枚で328円なんですよ。めちゃくちゃ安いですよね、静岡。あの、四日市って1枚単価がだいたいどうです、12、3円ぐらいしますよね。1枚単価12、3円が相場ですよね、この L サイズだと。M サイズだと 1枚あたり10円、あたりが相場。つまり10枚入りで100円とかで取って、で、L サイズだとだいたい130円、140円。30枚入りで、昔はね、なんとか300円切ってるところもね、あったんですけど、最近ね、また値上がりして、30枚入りでだいたい340円、350円ぐらいで売ってるのが相場から税抜きでね、税抜きでなんですけどね、なんとね、こっちはね、50枚入ってね、328円らしいですよ。めちゃくちゃお得じゃないですか。いいじゃないですか、静岡。すごいな。こんなにも価格違うもんなんですね。うん。これで、うちらの方やったら、328円やったら、30枚入りで、おお、安いやんってなるやつですよ。で、なんですね。ちなみに、ゴミ袋は、家庭用ゴミ袋ってなってるんですね。あの、燃えるゴミ、燃えないゴミとかじゃないんですね。家庭用ってなってるんですね。これも面白いですね。だから、ゴミの分別の多分やつも、4日ずつだいぶ違うんじゃないかなと思います。まあ、あとでね、それも調べてね、ちゃんとね、事前調査をしてね、あの、報告をね、あの、友達にもしておこうと思います。一応、この動画でも報告動画みたいな感じで、ゴミの分別はね、確認しとこうと思いますけど。うん。とりあえず、飯？あ、でももうお昼になっちゃったな。まあ、なんか良さそうなところから入ろうかなと思いますけど、ちょっとね、とりあえずね、一回止めてね、あの、地図をね、確認してね、またちょっと工程考えようかなと思います。一応、さすがにね、ここがどこなのかもわからん状態ですからね。さあ、よいしょ。ちなみにあれですね、今出たところですけど、さっきの字はやっぱし、あれね、靴ヶ谷っていう、なんか、読むのかな、なんか書いてありましたね、今出てましたね。そうです。あ、そこに書いてあるわ。靴の屋。靴の屋と呼ぶらしいです。さっきの、この感じね、この感じでね、靴の屋という読むらしいですよ。はい。忘れんがいように、入れときます。まあ、来る途中もね、やっぱね、聞いたことのないね、地名がいっぱいあったんで面白かったですね。なんか、千の量って書いて、なんかね、何やったっけな。なんか、千の量って書いて、なんかトンネルの名前ありましたしね。なんかあの辺りのトンネルの名前全然聞いたことない名前がいっぱいありましたけど、これはいい車が走ってきますね。ちなみになんか、快活クラブは、おい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 そのタイミングはねえだろで、快活クラブになぜかフィットネスジムが一緒に入ってるんですね。面白い快活クラブ。でもここに快活クラブがあるな。よしよしとりあえずいざとなった時の寝床はここですね。よし。そういえばね、せっかくこっちに来たんだね、ちょっとね、今ね、ふと思い出したことあります。さっきはね、静鉄がいっぱいね、どうのこうのっていう話してたじゃないですか。そうですよ。静岡鉄道ですよね、こっちって言ったら。ターミナルやっと来たいですよね、せっかくなら。と思ったらね、今ちらっと地図見てみたらね、草薙駅ってのはどうも近いらしいです。あれですよね、県営草薙球場って大体年に1回ぐらいなんか試合やってますよね、巨人戦の。草薙球場の、あれですよね、多分。ってことで、よし、じゃあ、そっちに行ってみようじゃないか、ってことでね。ちょっとご飯を食べに行くにはもうね、12時に差し掛かっちゃいましたんでね。多分どこも混んじゃってますからね。こっちの方だったら、ちょっと今、離れてますかね。静岡のね、街中今走ってくるときに、一応ね、パーキングの料金見てみたんですけど、1200円、1300円とかってなってましたんで、1日で。こっちだったら1000円切ってないかな。
ナンバーはやっぱまあ当たり前ですけど、静岡ナンバーが多いですけど、富士山ナンバーもやっぱしあるんですね。あとは、八戸八戸は全然こっちの方の地名じゃなかったような。あれ、八戸ってどこだ？青森か。ああ。まあ、これはイレギュラー中のイレギュラーでしょうね。今ね、ちょっと充電とかするのにね、コンセント使っててね、ナビが見れないですよね。そうなんか、うち謎なんですよね。ナビが2つの、2台ついてるっていうね。両方ともナビなんですよ。三菱製のナビとパナソニック製のナビなんですよ。なんでこんなことになってるのか謎なんですけどね。多分ね、ナビが古くなったから、よし、ナビを変えようって言ってね、ナビを変えたんですけどね。せっかくやからって言って、こっちも残してあるみたいでね。さっとね、取り付けましたよ。やっぱこっちはちょっと安いですね。ね、24時間850円。どうせね、移動するんでしたらね、安いに越したことはありません。で、1日乗車券買ってしまえばね、多分、こっちのお得でしょっていうことなんですけど、そもそも一日乗車券があるのか何個のもう分かりませんけどね。大体この手のところってありますよね。なかったらどうしような。まあまあそうすると結構大きな痛手になるんですけど。でもすごいですね、タワーマンションとかいっぱい建ってますね。これは草薙地区になるのか、清水区になるの。草薙はよく分かってない。よく分かってないですけど、こっち側は清水の方なんですよね。うん。とりあえずね、駅は JR 草薙駅で、ここが、志津鉄も多分来てるんですよね。なんかそんな感じ、地図見た感じそんな感じでしたからね。多分ここで志津鉄と、JR がね、乗り換えできるようになっとるはずなんですけど、まあまあ、小綺麗な、ま、ね、駅じゃないですか。はい。ちなみに新しいスマホの方ダメでした。やはり、温度センサーの異常が出て、もう全く撮影が何もできなくなってしまったんで、まあだいぶ暑いですからね。まあ32、3度ぐらいはあるんちゃうかな。勢いよく走ってくるなと思ったんですか。JR っていうか新幹線が走ってんですよね。そっかそっか。バス停充電も綺麗ですね。あ、言うとったら。志津鉄バスが来て、これは新幹線っぽいな。地図がある、JR 草薙駅、ここで、あ、このガードくぐったところに、志津鉄草薙駅ってなってますね。なるほどなるほど。ちょっと向こう側までくるっと回らなかったね。はい、南口に抜けるには階段で抜けないといけないのか。登ってきたらこんな感じになってるんですね。あ、でも本数も多いですね。10分に1本ぐらい来るんだ。ね、へぇー。浜松まで直接行けるんですね。へぇー。静岡駅、熱海。あ、起きてね、起きてね。いかにも。一般地丸出しですけど、だいぶ四日市とは様子が違うな。あ、そっか。JR 東日本が入ってくると緑色なんですね。ああ、そこまで帰るの。弁天島、新井町。あっちの方まで帰るんですね。あそこ、見延線とかも走ってるのね。はい。本数は、やっぱ優勢結構ありますね。うん。熱海方面も11時台で1、2、3、4、5、6、7本とかある。1時間7本とかあるから。ね、6、7本は、1時間6本、これ10分に1本単位でずーっと走ってくるんですね、11時でも。ね、すごいですね。ね、我らがいつもね、四日市がここ、ね、まあ、こうやって地図を見てみると、まあまあな距離ですね、やっぱし。うん、うん、なるほど。はい、はい。で、見延線っていうのが、あ、こっちか。こっちからこう行ったら見延線、ああ、そっか、甲府の方に行くやつね。ああ、なるほどな。で、こっちに、地図鉄はこっちなのかな。おお、なるほど。南口ね。はいはいはい。さて、南口方で言いました。南口がメインなんですね。いろいろありますね。なんかパンね、フロントさんね、魚屋道場なんかもね。スラッとまとまってますね。で、ラーメン屋さん、横浜屋、家系ではないみたいですね。うんうんうん。来る途中になんかありましたけど、居酒屋ワンコップとかね、いかにもこうパッと飲めるね、地元の人。
向きの、新立銀行の ATM なんかありまして、ね、ローソンもなんかおしゃれじゃないですか。これ、あ、グランソード草薙って、なんか最近経ったんですよね、この感じ。ね、ローソンも全然、近づかないローソンで分かりませんね、これ。近づけばローソンで分かるっていうのがさすがですね。さあ、あと、でも隣にはもうファミマもあるんや。こっちはなんか昔からあった感じですよね。多分あのサークル系やった感じですよね、下のやつが。すごい綺麗ね、綺麗な建物いっぱい建ってますね。あ、でもお店もいっぱいあるしね、いいじゃないですか、アクセサリーショップやら。あ、でもそうか、静岡の方、どっちかというと静岡の方回らなあかんのかね。あ、山内農場なんかもあるんだ。駅向こうなのかな、みんな向こうに歩いていくな。全く勝手は分かってませんからね。あ、不動産情報、あ、ダメだ、閉まってるわ。不動産情報を渡さないとき、まだね、家が決まってないって言ってましたからね。そう、しばらくは名古屋から、名古屋って言ってもね、名古屋市じゃないですから、そこからちょっと離れてますからね。からしばらくは通いで行くって言ってましたからね、静岡まで。なかなかそれは大変じゃないかと思うんですけど、あ、これ、あ、静鉄草薙駅ってなったのは、これだ、これだ、これだ。なるほど。あっという間に着きましたね、そんな離れてないですね。ということで、これが静鉄草薙駅。ほう、なるほど。やっぱ静鉄は赤白なんだ。踏切が面白いな。へぇ。あっという間に着きましたね、そんな離れてないですね。ということで、これが静鉄草薙駅。ほう、なるほど。時間はなった。あ、コロナウイルスの影響で結構変わっとるけど、あ、それでも10分に1本走ってんだ。めちゃくちゃ多いな。どっち方面も普通に10分に1本ありますよね。朝の時間帯とかすごいな。1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、7、8、9、1時間10本運転、7時台、8時台で2時間、2時間で20本か。すごいですね。静岡まで220円、安いな。初乗り140円なんや。チャージしてる間に見事に電車が行ってしまいましたね。まあまあまあ、そんな急ぎもしないんでいいんですけど、一応お得な切符がないかだけ確認しておきましょうかね。線路の幅は狭軌っぽいな。 JR とかと同じ幅ですよね、この感じだと。標準軌ではなさそうですかね。こっち900円、こっちの方が、あ、12時間900円だからこっちの方が高いんだ。ああ、やっぱこっち側が中心街の方なんてことなんでしょうね。あ、ガブリチキンもあるし、何回かにも、で、魚屋道路じゃなくて焼き鳥道場がこっちにあるんですね。なるほど。でもこっちの方が古そうですね。魚屋道場はチェーン店ですもんね。はあ、四日市にありますよね。さてと、困ったことに、どうやら1日乗車券とか特に売ってないみたいですね。あ、じゃあ清水方面か先に、間違えた、清水から先に行ったらいいのかな。次多分こっちが先に来るでね。なんかいろいろとなんかすごいことになってますね。あ、ちなみに IC カードは使えるんですね。なんかチャージできる、あのイコカとかスイカでチャージできるやつとチャージできないやつがあるみたいなんで、券売機によってそれだけちょっと気をつけないといけないみたいですけど、でね、そう、お得な切符とかないんかなと思ってね、今ね、ホームページ見ようと思ったら、なんか今は残念ながら、あのメンテナンス中ってなってね、出てこなかったんでね。種別を言うんですが、でどうも、ね、やっぱ休校とかが普段はあるみたいですね。今はちょっと間引き運転みたいになってるんで、全部普通列車での運行みたいです。全部2固定なんやな。へえ、面白い運用ですよね。できるだけ2両にして、で、あ、これ新しいやつですみたい。すげえ、めっちゃ新しい2両編成でね。
半扉固定なんですけど、そう、おお、新しいのですじゃないですか。へえ、へえ。さあやってきましたよ、新清水駅で、これを折り返して新静岡駅になるんですけど、面白いですね。串型ホームになっとって、向こう側が乗車専用で、こっちが降車専用で、なんか降車専用の方には西口なんていう折り場もあるんですね。こっちからも降りれる。で、向こうにターミナル、ターミナル移しとかになってませんよね。へえ、こういう風な感じになっとるんや。で、もう一面、2面2線の1線口型、かなり変則的なホームですけど、これはこれで面白いじゃないですか。あ、そうか、静岡って言ったらちびまる子ちゃんね。あ、そうかそうか。トイレも綺麗ですね。ね。あ、はい、ありますよ、ターミナルってことで、ね、さあ、うちの目的を果たしました。面白いですね。で、これ新型採用だな。3000系っていうの、 A3000 型って言っているのかなってなってますね。面白いのは、静鉄さんは自分のところで新型車両を製造するんですよね。あの、地方鉄道では非常に珍しい。だいたい中古車両がね、こう、ま、東急とかそういうところから回ってくるっていうケースが多いんですけど、ここはずっと新造を続けるっていうのでね、それですね、こういった二両製造ね、こんな変則的な電車ですけど、まあ自分のところで作れるですから、そういうのを作れますよねっていう、これがね、まあ一つ新造で作るメリットですからね。へえ。で、こっちから出たらいいのかな。で、ピタッと、あ、まだまだ余裕ですね。こんな感じ。へえ。へえ。こんな感じなんや。そうですね。2番線まで。乗車ホームと降車、こんな感じになってますね。へえ。で、駅前が。駅前がこんな感じなんや。お、新静岡まで330円。オレンジの方でないとスイカやエコカのチャージはできません。こっちはなんかルルカっていう独自の IC カードみたいですけどね。へえ。確か昔は静鉄さんってピタパを導入しとったとかなんかあったんですよね。なんかそう、ピタパって関西でずっとやっとるんで、まあ近鉄なんかもピタパだったんですけど、もともとで、なぜか飛び地で、こっちだけな、なんかピタパの、そういえば、対応になっておって、それがなぜか選挙、静岡というね、なんかありましたよね。新清水店、うん。あ、で、そう。面白かったのは、案内で、あの、静鉄のタクシー乗り場はこちらでございますっていう、右側でございますって案内が出てましたね。タクシー乗り場の案内が出るって珍しいですよね。乗り換えのね、あの、案内とかよくありますけど。まあ、乗り換えとしては、ね、JR の清水駅ですけど、まあ乗り換えってして使うことがあんまないのかもしれませんよね。単純に沿線をずっと辿ってるだけですもんね。これが面白いですよね。あれカラオケバンバンがあるじゃないですか。あら、清水にも作っちゃったのバンバンがね。いいよ、お買い物バス。お買い物バスなんか乗ってるんですね。こっちは静鉄不動産なんやね。へぇー。友井町。そうですね。清水区なんですね。仮宿舎。宿直の人とかが、こう、寝泊まりできるようなやつなんでしょうね。宿舎があるんですね。こんなところに。ちなみにこっちの方だと、最大800円。うん。普通に清水まで来て、ここで折り返したー。しまったな。なんで草薙料理だから。何も考えてなかったからですけどね。あ、もう来ないで600円じゃないか。もう普通にこっちでよかったじゃん。こっからも乗れるんや。こっちからも乗れるんですね。最終電車は23時。まあ全然余裕ですね。全然余裕ですね。今変わってるんですよ。大丈夫、変わってない。あ、変わってちょっと早くなってるんでしょうね。最初、本当はもっと遅くまであるんでしょうね。なんか00分後からつけた感じですもんね。ここに、あ、ルルカしか入金できねえんだ。
ダメだ。向こうでもう一回入金しておきます。一応ね、こっちの方、こういうところ来たらね、記念入金をするっていうのがね、一つね、勝手に習わしにしてるんですけど。あ、そうだ。駅間散歩するな。じゃあ、ここで入金、今のうちに入金しとかんとかも。しまったしまった。そうなんですよ。本当はね、フリーパスがあるんやったらね、ちょっといろいろね、降りてみたいなってところもあったんですけど、やはりちょっとフリーパスはなさそうなんで、あるんだったらまた、コメント欄とかでなんか教えていただけると、これから多分、ちょいちょい来ることになるかもしれませんからね、静岡。うん。何せ友達がこうしてきますからね。本当に静岡市かどうかすらわかりません。早いな、もう次の電車来るんや。あ、そうですよね。10分に1本出てくってことは、それより早いタイミングで入ってきて、荷さばきしまるからね。そう。入金、入金。こっちは誰で切ってなってましたね。でね、これ面白いのか。なんか書いてないですよ。普通はなんか、JR の東海とか、近鉄もそうですよね。基本的に、ここら辺にチャージ用のボタンがあって、それを指定とかってなるんですよ。で、じゃあ、カード入れて、チャージ線ね。で、続きますよ。こういう感じなんですよ。ちょっとなんかやり方が親切と違うってなって。あるんですね、こういう。細かいテープが。あ、バス出てった。あ、すごい。あ、これあれか。JR 新宿駅の方に行くみたいだけど。あ、すごい。こんな、液晶掃除なんですね、こうして。へぇ。あ、これ、シム・イズってなってますね、今。シム・セーフ・イズ。反対側も、あるのかな。ちょっと見てて。もう一つね。日本語と、英語と、清水港山原。ビア・清水ステーションね。バイリンガル対応なんですね。すごいな。すごいのも見たところで、取ってから行こうかな。そうだ、駅間散歩するな。じゃあ、ここで入金、今のうちに入金しとかんとかも、取ってから行こうかな。さてね、ああ、もうこっちで止めときゃよかった。あそこも24時間600円で、めちゃくちゃこっちの方、のが、お得だったじゃないかと。ね、大公開してますけども、公開しても仕方がありません。ということでね、こっからね、何をやろうかって言ったらね、いつものやつですよ。ターミナルを取ったら次にやるのは 何をやるかって、うちのチャンネルは、駅間散歩をやるわけですよね。さあ。ってことでね、本当間のどっかでやるかなと思いましたけど、まあ、何せ、おお、狭い、路地。フリーキップがないってことはね、あんまり乗り降りをね、繰り返すとね、これは、なかなか厳しいところがありますから、ここからね、一つ隣までね、行こうと思いますよ。あら、精肉屋さん。あら、お肉屋さんがある。でもここは、お肉だけかな。コッケとかなさそうかな。ないのかな。あ、ランチやってます。あ、お寿司屋さん。シャッシュ500円安いな。いや、しかしね、やっぱ30度超えてくるとマスクしながらの移動はきついですね。いや、これはまあまあ答えるな。あ、でもいろんなお店ありますね。静岡の構造が全く分かってませんからね。今来る途中で、島田市ってこんなとこにあったんや、とかね。あ、岩田市って浜松と静岡の間なんやってね。へーって思いながら来てますからね。これは、やはりちょっと静岡県の方に見られるとまずいかもしれませんね。あまりにもちょっと知識がなさすぎると。ね、少しは調べてからこれって。ね。あ、でも一回、お茶飲んでみたいですよね。やっぱしお茶。意外とね、やめとかのお茶も違いますけどね、静岡とね、見えてね、
お茶のね、味全然違うんですよ。これはね、分かる人なら分かるんじゃないかなって思うんですけど、ジーンズを直し、裾直しの専門店とか、いろいろありますね。で、一つ大通りみたいな感じになってますね。こっちずっと行ったら、あれかな、うどん屋さんなんかもあるし、ちょうど お昼のど真ん中なんですよね、今の時間。ちょっと歩いた先のところにしようかな。あ、こっちにもバンバン出てる。いや、待て。カラオケバンバンどんな気持ちして作ってんねん。あ、ちなみにこれ、沈んでてる橋も、これも風情ありますね。風情あるな、とっとこね。あら、風情あるじゃないですか。水の水位結構ありますね。なんやかんやで雨降ってますからね。ああ。面白いな。橋の上に駐車場があるんや。これ橋の上やんな。もんも橋の上やで。ふっ。まあ土地の有効活用っちゃ有効活用ですよ。おお、走ってきました。いいじゃないですか。ね、あれも新型のやつですね。ここはなんか制限速度、相当カーブが急でしたからね、制限速度が結構ゆっくりなんで、動画を撮るには、これは非常にまた風情があっていいじゃないですか。で、そう、新型作業をね、そう、静岡鉄道さんはね、ガンガン導入してる。これも、地方鉄道でも珍しいんですよね。まあ、新造作業を作るっていうのも珍しいんですけど、うん。で、ね、比較的自分のところで新造作業を作ったら、もう使い倒すぞって感じでね、使いまくるもんなんですけどね、まあまあだいぶね、使ってた車両ではあると思いますけど、そういうね、じゃあ置き換えますって言って、新造車両をさらにまたね、どんどん作るんですよね。それで高頻度運転をね、ずっと実行してるっていうから、これは地方鉄道の中では異例中の異例ですよね。しかも沿線が丸々競合とか JR とかぶってるっていうのも面白いですよね。どうなんだろう。ちょっと事情は違うけど、広島の電鉄になんかちょっと近いのかな。五日市とか廿日市の方とかまでね、通ってるあっちの方、廿日市線でしたっけ、宮島線でしたっけね、あれもずーっと JR と沿線でずーっと走ってるじゃないですか。で、細かく、電停の駅があるって、あっちは電停ですから、さらに細かいですけどね、あるっていうのが静岡で、広島の特徴で、それでね、バッチリその沿線かぶっとるけど、ちゃんとね、その、住み分けというか、競争でがね、成り立てるっていうね、構造。すごいですよね。そして、いい加減これちょっとマスク辛いぞ。ね、熱中症になるわこれ。ごめん、ちょっと外す。どうだろう、外したらだいぶ声通るんかな。いやこれ外さんと気持ちいいわ。ちなみに千歳町の2番地なんですね。千歳町の2番地、これ四日市になったらコンビナートのど真ん中ですね。日本板ガラスさんとかがあるところが千歳町の2番地ですからね。この前、昔の動画でね、ありますよ。小野田踏切っていうのをね、小野田1号踏切か、っていうの、ちょっと変わったね、ワイヤーがビューっと降りてきて、手動でね、手動って言っても、スイッチですけどね、スイッチを入れて下ろすっていうのがあって、そこのところの動画でね、ちらっと映ってますよ。うん。板ガラスここみたいなね、やってて、あそこら辺が千歳町のに、だいぶと様子は違うみたいな。とんかつ始まる。いや、えらい味のあるとんかつ屋さんですね。とんかつか。で、あ、そっか、こっちに来るとエスパルスなんですよ。そうです、清水エスパルスですもんね。とんかつ屋さんちょっと気になるな。へえ。他にもいろいろとあるみたいですけど、もうちょっと先まで行こうかな。あかん、暑い。さあ、ちなみに何も考えやんとこっち歩いてますけど、いいよねこっちで。
日がこっちに出とよ。ほんで、今ほやで、南西の方に向かっとるはずなんです、これで。うん。太陽の位置はそんな変わりませんからね、日本のどこかにおるんやったら。多少、色は変わっても。太陽があれば、とりあえずね、行っとる方角とかは分かりますからね。よし。暑い。あ、わさび漬け。そっか。富士はね、富士だから、富士山の麓でわさびが取れるのか。わさび漬けがあるんですね。何あれ。食事どころ、厚焼き卵です。また、こう、あ、居酒屋なんや、居酒屋、味玉、ね、すごいですね、メニューに卵がドーンって乗ってますね、何あれ、どういうこと、何ですかこれ、わかりますね、ちょっと道が道なんで渡れませんけど、今準備中みたいですね。うん、まあ夜しかやらないでしょ、居酒屋ってなってますし。居酒屋のメニューとしては独創的すぎますね。向こう側の通りの方がなんか食べ物屋さん多いな。そこも焼き鳥屋さんありますもんね。あ、バス走ってんじゃん。バス乗りたかったな。いや、いいや。何せね、まだちょっとダイエットしてないといけませんからね。まあ、だいぶとね。まあ、溜め込んでしまいましたからね。脂肪を。この先の、中尾のね、キャンペーンでね。結局ね、19口まで行きました。20乗らなかったですね。ちなみにうちの先輩は22口って言ってましたね。よ、行ったなーって。ちょっとびっくりしましたけどね。多分ね、家庭持ってる方なんで、ね、家族で食べに行ったらね、多分ちょっと数が稼げるとかそういう裏技使ったんじゃないかなと思いますけど、どうなんでしょう。ラーメン矢吹、何これ、ラーメン屋さんですね。わ、満車で、ほう、満車だけどさらに入ってくるぞこれ。おお、これはしかもえらい、もう大渋滞だね。これ多分うまいんでしょね。控えときましょう、ラーメン矢吹ね。はいはいはい。結構県外ナンバーもあるんで、有名なところなんかもしれませんね。はあ。ね、そのラーメン屋さんのうまいところも。これはね、ただね、控えとかないといけません。後々ね、来ることになるかもしれませんからね。そうそうそう。で、清水エスパルスのマークがあった。日本平って言ったらあれやん。清水エスパルスのあれですよね。スタジアムって日本平スタジアムですね。はあ、そうだ、そうだ、そうだ。へえ。この下を走っとって、あ、もうそこだ。近いな。もうそこに駅が見えますね。1時10分。あ、まあまあ、そろそろ食べてもいいかもしれない。あ、電車が来ましたね。ここまでまた面白いホームなんですよね。これ JR が行くでしょ。やっぱ走ってるからすごいですね。ここへ。常に4線。伏線状態ですからね、すごいね。で、あれ来ましたけど、あれ面白いのが、島式ホームみたいに見えて、島式じゃないんですよね。なんて言ったらいいの？真ん中の線は完全に下り専用で、別で単式ホームっていうの？端にもう1ホームあって、どっちも右側から乗れるような仕組みになってるというの、面白い構造です。で、ここで面白いのが、端々にある駅も、ちゃんとしてるって言ったらいいのかな、
ちゃんとホームもあって、あの即席で作りましたよって感じのあれがないですよね。これは線型、面白いですよね。独特の顔ですよね。これはでも地図鉄でないと見れませんからね。これ下から降りていけるの、あ、ここ駐輪場なの。え、だからいちいちなんかガード下とかなんか変なところに、変なところに行ってたらあれですよ、ゲロね、こういう橋になってるところの下に、ここの下を駐輪場にしてるんだ。なかなかすごい工夫を凝らしてますね、静岡の街は。ああ、もう折り返してきた。あ、そこで行き違ってたんだ。へえ。普通ローカル線でね、ああ、もう乗りたい電車が行ってしまったってなったらね、大変ですからね。この前の名称線でこんなことやったら大変ですからね、ダメですからね。2時間待たされますからね。もうその後のね、予定もね、何も下手くもなくなっちゃいますからね。なんですけど、ここね、違います。何せ10分に1本。この臨時でね、運行が減ってる中でも10分に1本ありますからね、全く焦る必要はありません。よし、その前にこれどうやって渡るんだ。え、ここまっすぐ行けない、歩道ないっすよね。え、どう渡るのこれ。あ、何、ここから渡れるの。え、どういう構造だ。これさっき言っとった駐輪場かって言っとったんですね。もう本当に駐輪場だ。へえ。で、あ、駅がこっちなんや。あ、こんにちは。桜橋駅。県ですね。電車降りてすぐ。あ、ここを渡れるようになっとって。こっちを通らんでもいいようになってるんですね。面白いな。そして通行は右側通行なんですね。あ、こんな感じ。あ、迂回について、で地下道があって、こう、あ、これ本当はなんかここから行けるんやけど、今工事やってるもんでなんかこうなってるんですね。ちょっとえらい変則な時に来ちゃいましたね。大丈夫です。これでもしね、彼のね、転属先がね、静岡のね、清水区でもね、もうこれでもバッチリですよ。歩道橋で迷うこともありません。もう、なんて親切なね、チャンネルでしょう。なかなか言われませんよ。こんな歩道橋の渡り方までね、調べてくるところなんでね。これでどうしましても全然違う方角やったり、言い渡しとかって言われたらもう何も、あれもないですけど、浜松ではないはずです。一応浜松って聞いたら浜松ではないってことだったんでね、これ静岡市だと思うんですけどね、まあ、静岡市も広いですからね、これが静鉄桜橋駅なのかな。結構自販機しっかり揃ってますね。いろいろ入ってるじゃないですか。買ってとこかな。あ、いや、その前に、ね、来ましたからね。あれ？っていうか、いつの間にか入江岡を通り過ぎてたんですね。10円分歩いた。ね、新静岡。いや、電車って偉大ですね。で、クリアファイルとか売ってるんですね。決めキーホルダー。よし。チャージしときましょうか。ましょうね。もうだいぶチャージしましたね。そう、ここから渡ってこう行くと清水の方に行けるらしいんですけど、こんな構想なんね。で、こっちの方に行くと草薙新静岡ってなってこっちでいいんやな。今この静鉄さん乗っとってね、驚くのがね、途中駅もね、えらい利用者多いんですよ。まあ140円からですから、ちょっとの足でね、使いやすいっていうのはあるんでしょうね。アスナロー鉄道は初乗り200円ですからね。片道だけだったらいいんですけど、往復だったらね、140円やったら往復で280円ですけど、ね、あっちだと、200の400円でしょ。往復280円か200、往復400円かはね、大きいと思いますよ。まあ、砂の鉄道も慣れで、15分に1本間隔でね、日永と四日市の間はね、
1日4、ね、1時間4本あるから、まあ、すごいっちゃ、ね、頑張ってっちゃ頑張ってるんですけどね。さっきのとっても思ったんですけど、世代も年代もね、いろんな方が乗っておられるんでね、あ、本当に地元の足として活動して、開発してるんだな、っていうのがね、感じられる路線なんでね。これ、やっぱいいですよね、そういうところ。うん。私らなんて言うてね、そんな、毎日やって絶対無理ですし、ね、年に、ね、数回乗りに来れたらいい方ですからね、こういうところにね。ホームの幅もね、今外れてきた駅の方でもちゃんと広く取ってありますしね。さっき途中で見とったやつですね、ずーっと見とったんですね。さてとやってきましたよ、新静岡駅ってことでね。いや、すごい駅ですね。あ、ね、お決まりのね、はい、ターミナルね、やっとかないといけませんけど、とにかくね、今日2両の電車が今こういうのわーってね、出てくるんですけどね。ローカル鉄道あるあるのね、全然人乗ってきませんよっていうね、ガラガラですよっていうような、ね、感じでは全然ないですね。うん、2両編成に、もう立つ客もいっぱい出るっていう感じでね。駅もだってこれ、見てみたら、串型の2面3線なんですね。こんな感じね。あ、ちゃんとターミナルになってますね。あれはちみまる子ちゃんなんかなんか言ってたりますけど。で、真ん中は真ん中でね、こんな感じでね、ターミナルになっておるということで、ああ、ターミナルってことね。面白いですね。砂で埋まっとって、石で埋まっとって、ここにターミナルがあるっていうのは、なかなか面白い構造ですね。で、これは待合室と、ああ、これは多分あれですね。あれ用に開放してるんですけど、あ、涼しい。あ、すごい涼しい。そして、なんかすごいのが飾ってある。レインボートレインズ。あ、そうですね。いろんな色の走ってましたよね。ファッションレッド。こちらが。ちょっと色の、古いやつなんでね、ちょっと。あ、これで見やすいかな。ファッションレッド、プリティピンク、ブリリアントオレンジイエローに、フレッシュブルーに、ナチュラルブルーに、クリアブルーに、エレガントブルーなんですね。へぇー。すごいですね。NGH かなみたいなね、やつ作ってありますけど。結構ちゃんと成功に作ってあるんですね。へえ、面白い。人がちょっと光ってますしね。へえ。あ、そして涼しいわ。ここいいな。あ、今からまた駅間散歩するのかと思うと鬱になってきますけど。面白いね、こんな感じで。毎日10分ごとにこう出てく感じですね。次は50分で、で、ラスト10分って感じで、全部新清水行くと。あ、気をつけないといけないですね。行こうかのチャージはこっちではできないですね。あ、なるほど。これはちょっと気をつけないといけません。 IC 専用なんてのもちゃんと用意してありますね。結構 IC 利用とかですね。よし、バッチリ通れた。綺麗な駅ですね。あ、エコインロッカーまである。中に入ったのはセノバ店。セノバ、あれ涼しいぞ。なんかこっちの方が涼しいぞ。あ、これは涼しい。あ、これいいな。よし。あ、こんな風に、こっちにも案内が出てるんですね。行き先までちゃんとね、こう全部です。乗り場案内まで出てますね。へぇそう、普段はいろんな行き先があるんですね。ここにスタッフ出てます。新清水行き、湯の木行きなんてのもあるんだ。これ、そう、湯の木ってね、こっちにあるんやね。面白いのは中沼駅であれなんですね。乗務員の交代とか運転手さんの交代をやってからそのまま沿っていくんですね。ね、だいたい橋の駅でね、交代してね、折り返しとかっていうのを、よくね、セオリーはそういうのを見ますけど、うん、まあまあ、近鉄も結構例外がありますけどね。うん。やけど、ね、途中の中沼、あそこに車両基地とかいろんなセンターがあるみたいですね。あ、これで湯の木駅で止めて、そのまま車庫に入れるから。ってことなんかな。へえ、まあ、せっかくだからチャージしていきましょう。はい。駅前がそのままバスターミナルになってるんですね。へえ、いろんな方向に出てますね。つぶ塾幹線とかなってるけど、結構とにかくね、利用者が多いよね。すごい。タッチパネルの路線案内。
でもこのまま待合室があって、そのまま静岡駅で、 JR の静岡駅もすぐにね、帰りはちょっとあちらみそだ、値段はこっから草薙までやったらいくらなんでしょうね、いくら220円ね、覚えておきましょうね、220円と。営業時間もなんか変わってみたいやけど、とにかくすごい人、まあ、ここでね、もう食ってこうかなとも思ったんですけどね、ちょっとあまりに人がいっぱいだったんで、ちょっとここは避けて、ちょっと別のところに行こうと思います。で、これは信号がないんだ、すごいな、あ、楽天モバイルできてた、で、駅前綺麗、やっぱ静岡の駅前やつ、あのやっぱ草薙駅と比べるといっぱいあるし、まあやっぱまあそれは静岡ですからね、静岡の中心ですからね、それは静岡市の中心というのは静岡県の中心でもありますもんね、スクランブル、こだわり食パン、いろいろあるな、スクランブル、本当にたくさんやら、おしゃれな感じになってますね。何やろ、なんかどこの町っぽいとかって言えないですよね。まあまあいろんなところね、まあまあまあ歩いてますけど、なんか駅前いろんなものが揃ってますね。ご飯とか茶碗、お茶とタピオカ、あ、緑茶なんだ、あ、まさか静岡ですもんね、シュープラザはして、こっちにもいろいろあるな、で、ここは、あ、まさか屋なんや、入り口は閉鎖しております、あら、下りてきそうや、あ、涼しい、地下から入り口なんや、デパ地下か、すごいシュッてするだけでさすがに百貨店ですね、さてね、松坂屋見てきましたけど、やっぱまあ当たり前ですけど、四日市市民の感覚でいくと、やっぱこっちが近鉄の駅前みたいな感じで、まあ、百貨店もあるんで、あの高座総堂とかね、松岡の総菜とかトレーヤーさんとかは、あのよく近鉄百貨店で見かけるようなね、あのテナントさんは基本的にやっぱこっちに入っとるんで、デパ地下って感じがしてますね。あとは百貨店っていうより、なんか百貨店とスーパーマーケットとか、なんかショッピングセンターのね、最近は百貨店が百貨店あんましてないですもんね、若い方が入りやすいようになるかな、そんな感じの私鉄の方前でしたけど、こっちはザ百貨店、まあ松坂屋で、坂屋ですからしやそうなんですけど、ザデパ地下って感じのがあって、でこっちに JR の静岡駅ある、やっぱ、JR の駅も立派ですよね。それ四日市とはやっぱ違いますね、この辺りが。で、これ登ってたら JR の静岡駅。で、そこはお茶屋さん。結構こんな感じで地下でいろんな入り口にワード分かれてくるんやな。面白い構造ですね。で、JR の静岡駅がこっちと。まあ登っていきましょう。そうか。静岡は新幹線乗り場もありますもんね。おー、すごいなぁ。こんなガイドブックあるんですね。せっかくですから、もらっときましょう。ほんでは見ながら、こういうのを見ながらね、やっていくところもないでしょう。これ家に帰ってから見るっていうのがね、まあまあ、時間があったらちらっと見ますけど。さあ。で、あ、そう、こっちは草薙までいくらなんやろね。草薙まで2駅で190円。あ、こっちの方がだいぶ安いな。190円やったら、ちょっと帰りはじゃあちょっと JR 使ってみましょうか。まあ、1日乗車券を買ってないときはこういうのもね、起点が効きますからね。
で、ね、一日乗車券がなかったらどうのこうのって言ってますけど、結局トータルで500円ぐらいですもんね。うん。安いですよね。うん。ローカル線やれたらね、この前、養老鉄道で取った時は1500円でしたっけ？で、アスナロー鉄道が、あそこは600円がちょっと安いですけど、うん。一日乗車券ね。まあ、名所線はちょっとまた企画乗車券ですから別ですけど、こっちの方にもわざわざ案内あるんやと思って、なんか今、静岡でも揉めてますもんね。だからこういうふうな感じで、ね、要は安全に繁盛してやってますよっていうアピールをここでしてるわけなんですね。なるほど。あ、なるほど。運転本数のイメージがこういう感じだ。すごい。静岡からは、今、のぞみをね、マックスで運用してるのを、光こだまに変えるから、その分、静岡には泊まるから便利ですよっていう案内をしてるわけですね。なるほど、なるほど。うん。そうなんですね。今の静岡駅がどんな感じかというとね、まあ、ここはもうね、東海道新幹線のど真ん中ですけど、ね、運用を見てみると、まあ、大体20分に1本ぐらいはあるのかな、うん、1時間3本ぐらいの感じなんですよね。だいぶとね、やはり望みが止まる止まらないって差は大きいってことでしょうね。なるほど。ちなみに、そうですね、1時間3本ですね、こんな感じ。岡山駅、大阪駅、名古屋駅の1時間ね、まあ、1本ずつっていう面白い。大阪、新大阪か。広島駅なんてあんの？あ、朝市は広島駅の光が来るんだ。浜松行きなんてな、23時1本浜松行き。浜松行き、またマニアックな列車走らせてるんですね。そろそろなんか食いたいな。こっちはこっちは、こっちはこっちでなんかいろいろありそうですね。駅前もなんかでかい屋内出てるし、そろそろなんか食いたいな。こっちはこっちは、こっちはこっちでなんかいろいろありそうですね。駅前もなんかでかい屋内出てるし、あ、駿河銀行があるね。なんかいろいろと話題な。あ、広いな。お物ストーンっていっぱいありますね。ちょっと散歩していきましょう。で、結構旅館がいっぱいあるんですね。細かい旅館が。細かいというか、ビジネスホテルでしょうけどね、旅館かけとか、さっきもね、結構ね、通ってくる途中にね、まあ、古くからね、泊まりの、そういった出張とか、そういったね、需要があるんでしょうね。今ね、ずーっとこれ、南の方かな、歩いてきましたけどね、いやー、これ、本当に、もう静岡としか言いようがないですね。大体こういったね、地方都市に来たら、ああ、なんかあそこの街っぽいですよねとかあるんですけどね。ああ、宇治市っぽいですね。なんか宇治市の街と似てますよねとかね。ね、ちょっとそういうのがあるもんですけど。全然ねえな。本当に全然思い当たる節がない。とにかく、どうしような。どうしような。こっちもうちょっと行ってみます。もう2時も回っちゃったんで、結構店が閉まっちゃってますね。なんやかんやしとったらやっぱ時間過ぎちゃってましたね。言うてね、清水とこっちを行ったり来たりしてますからね。よいしょ。そうです、もともと車でこっちの辺り走ってましたからね。初中はがきち、ああ、そっか、もうカモメールの時期なんや。青春の名前がね、こっちでは聞かない名前になってきますから、面白いですね。地酒ってやつですよね。こっちだとこういう時にファッと開けたら大体ね、宮の雪とかって入ってますけどね。逆に言うと意外とチェーン店がないですよね。地元の店が頑張ってるんですね。あれ、静岡もあれか、三重県と同じ問題を抱えてるんでしたっけ。ちなみにここは中田らしいですね。濁るんですね。どっち行こうな。向こうの方が大通りがあるんかな。ちょっとあまりにも書院、何これ、島学書院。全く何の店か想像もつかないな。日本水処理開発。
な静岡の、片隅で日本の水と処理は開発されてたんですね。接骨院なんかもあるし、向こうになんか大通りがありそうですよね。さっきは車からガンガン引き合ってますし、あでもなんとかジメジメもしてないし、まあ汗はだいぶかいましたけど、まあ散歩部位より、いやでもね、マスクしてるとやっぱりきついな。スーパーがある、スーパーがある、スーパーに行こう。こういう時はスーパーの弁当でもいいですからね。あの意外とスーパーって地域性出ますからね。多分こっちの方に来たらもう角麩とか売ってないと思いますよ。大内山牛乳なんて絶対売ってないはずですから ね、信じられますか。スーパーに行って大内山牛乳がないってね、こっちで当たり前なんですよ。多分高梨やと思いますよ、こっちは。あ、小祝いかもしれんな。どうでしょうね。よし、スーパー見てきましょう。よし、暑いんだ、とにかく涼みたい。ってことでね、富士屋さん寄ってきましたけどね、いや来たかいありましたよ、これね、びっくり。いやすごいのが取れました。あのね、まあ、ちょっと買い出ししてきたんですよね。まあお弁当どうしようかなと思ったんですけどね、まあもう食うところもね、時間がもう2時半近くになってますからね。とはいえね、弁当を買ってもね、あんま広げるところもないしてるんで、まあ、とりあえずフライ物とね、中でちょっとね、パッとけるものと思ったんですけど、ね、ちょうどいいのが売ってたんですよ。ちょっと後で写真ね、載せておきますよね。あのね、あの、サンドイッチが売ってたんですね。いや、サンドイッチなんてどこでも売ってるやろって言うんですけどね、これなんですよ。あの、東海圏でしたっけ、あのね、駅弁で有名なやつですね。正確に言うと駅弁って言ったらいけないらしいんですけど、あの駅で売っているので有名な、あの新幹線の小田原駅だったか熱海駅だったっけとかでね、あの売っているので、あの名物なね、サンドイッチがあるんですけど、なんとね、さすが地元ですね、スーパーで売ってるんですね、これ。あのしかもね、入れ物もね、そのね、あの新幹線で売ってるやつそのままですよ。あの後でね、あの写真出しますけど、いやこれはねすごいな。いやいい、や静岡ってスーパーでこれが売ってるんやな、すごいですね。まあ、ここのスーパーだけかもしれませんけどね。いやさすが、いや来たかいあったな、こっちまで。よいしょ。あ、そうだ、俺は大通りに出ようとしとったんやったな。これまた大通りから一本入ったところなんですけどね、なんかまたえらい風流な着物屋さんね、あるなと思ったら、その奥になんかまたこれは営業はさすがにしてないよな。やってる？あ、いや、もう営業はしてないのか。な、営業はしてなさそうですね。あ、残念。そうですね。なんか物がいっぱい積んでありますよね。やったんですよね。わあ、あれやってたらちょっと、なかなか、一応私もね、レトロゲームの、あの、買い取りとかやってましたんで、あの、結構ガチなレトロゲームやってましたからね、あの、そういうお店だったんで、あの、基本的に本当に、あの、ファミコンから、海外輸入物から、ですよね、ネオジオとかも当然ありましたけど、それでまたこっちの方に出てきたと。向こうにローソンとかもあるんで、まあこの通りは何かしらいろいろありそうですけどね。東海店のサンドイッチが売ってるとかって言ってましたけど、こんな風に普通にあるんですね、お弁当売ってるお弁当屋さんで。へえ。お弁当ってなってるってことは弁当も売ってるんでしょうね。へえ。ちょっと今買ったあれやで、なんかちょっとこっぱずかしいですけど、せっかくやからちょっと普通のお弁当も買って食おうかな。はい。まあこういう時やっぱ弁当もいいですからね。まあこの後 JR 乗りますし、せっかくやからちょっと寄ってきましょう。ということで買ってきました。駅弁売ってました。幕の内が売ってたね、買いました。これはあのれっきとした駅弁の方でやつですけどね。あ、そう確認したらね、やっぱしあのサンドイッチの東海圏さんってことでね、なんで駅弁買いました。ちょうどよかったしね、あっちでサンドイッチを買って、こっちでねお弁当買って、向こうでは向こうでね、なんか弁当みたいなの売ってたんですけどね、相手向こうサンドイッチを買っとったんですよ。いやー、結果的になんと両方とも駅弁とサンドイッチと両方ねゲットできるということでね、いや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 。ちなみになんか伊勢丹さんにもなんか駅が入っとってね、コンコースの方へとそのあのサンドイッチ売ってますよっていうね案内いただきましたけど、そうそうそう。なるほどな。こんなところで
ちなみにね、今私ここにねポツンとあったから東海警察とかあちこちにこんな感じで弁当売ってるのかなと思ったらね、そういうわけではないみたいです。あと伊勢丹の中で売ってるだけで、あとは基本的にやっぱし駅のところでないと買えないらしいんで、もしね、なかなか新幹線でね、サンドイッチ買えないやというと、静岡でね、こういうような買い方もあるんやないと。静岡駅のコンコースでも売ってるみたいですけどね。うん。あとね、なんでも私こっち歩いとるかっていうとね、ちょっとね、さっき気になる店があったんですよね。見とってね、どこだっけな。そこか、なんか黄金饅頭って、なんでしょうね。ちょっと気になるじゃないですか。これ気になるなりません？黄金饅頭ってね、どんなんなのかなって。せっかくなんで買ってきましょうね。はい。よいしょ。お土産に良さそうやった。お土産物にしようこれ。さあ、いつものごとく手がいっぱいになってきましたけど、なんかおでも奥で売ってるみたいなんですけど、ちょっととりあえずあれだったんで、いや新鮮な感じでしたね。杉の屋さん、ちょっと名刺いただいてきました。どんなんかなと思ったら、あれですね、いわゆる五座候みたいって言ったら、四日市の人には分かるんじゃないでしょうか。近鉄編成の方はこれで通じるでしょう。五座候です。あの感じですね。うん。ね、あれで、黄金まんじゅうって、読むのかな。黄金まんじゅうかな、ちょっと、すいません。じゃあ、聞いてくれよかったですね。書いてないな。ね、ですけど。うん、ここでやってる、なんか、名産みたいです。へぇなんかね、すごく。昔ながらな感じのね、店作りでいい感じでしたよね。さあ、とりあえず買うもん買ったんで、とりあえずね、なんかクリームや白あんやらありましたけど、とりあえずね、ベタな粒あんと、あとね、なんかかぼちゃあんってのがあったんでね、それが焼けてましたんで、それ買ってきました。やっぱ静岡おでんなんだ、こっちはね。よいしょ。はいよ。さてとってことでね、結局ね、今どこにおるかって言ったら、快活クラブに来てます。結局ね、鍵と希望を起こして撮ってますけどね。静岡の駅前にね、ちょうどね、行くときにね、ちらっとね、見えたんですよね。快活クラブの案内が。まあ、そうはあるんやなと思っとって。まあ、せっかくね、ちょっといろいろ勉強されましたけど、このね、駅に乗ってったも考えたんですけど、まあ、ちょっとね、疲れましたしね、いろいろとね、ちょっと、それらもありましたんで、ちょっと確認立てだね、ちょっと、飽きながら、専門職でも OK ですから。なんですか、これ面白いのが、この快活クラブさん、完全に駆けつけ棒を起こしてるだけなんですよね。でね、ドリンクがね、なんとね、あ、これ持ってきてるじゃないですかね。もう三重の皆さんなら、あ、何やっとるんや、お前ってね。ね、駆けつけ棒を起こしてはね、飲み物飲んだらあかんだって私も動画で散々言ってましたよね。なんとね、ここはね、持ち込み OK なんですって。え？なんでなんやろと思ったらですね、多分ね、こういうカラコリです。今ね、来たらね、ドリンクバーがね、よくカラオケ屋さんに置いてあるようなドリンクバーじゃなくて、自販機が置いてあるんですよ。で、自販機で、それが、1個ずつ買えるっていう風になってるんですよね。多分ね、これだと、自販機で買ったものの持ち込みになるんで、大丈夫なんでしょうね。っていう、面白いコース。多分これコストは かかるんですけど、多分、これでないと、この中にね、同じ紙コップで同じような感じなんですけどね、定量で、まあ、今自販機での販売っていう風になるんで、多分大丈夫だってことないでしょうね。ありがたく頂きましょう。これは助かりました。何しろ歩き回ってましたからね。でね、ちょっとくつろきながら、ちなみにここはね、本当に鍵と希望を起こしてた時みたいで、で、料金も駅前ってことで、ちょっとね、ちょっと気合が入ってますね。ナイトパックとかはないですね。9時間で2500円。まあでもナイトパックなんですけど、ね、2500円だったら、今だったら、ね、鍵と希望を起こしてたから、12時間パックで3000円ってことなんで、まあちょっと休んで、ね、場合によっては朝一までおって、まあそれでもね、向こう24時間、800円ですから、一緒の値段できますから、12時ぐらいまでね、お昼まで行けますから、このまま朝までおってもいいっちゃいいですからね。ワンチャン、そうすると3700円 ?15 時間で3700円やった。これで朝の6時までおったら3700円。まあまあ、ホテル泊まるような感じの値段にはなってきますけど、まあね、その間に充電とかもできますしね、間違えて私ね、こう、プラグとかはね、2つ持ってきたんですけどね、コード1個しか持ってこいかなかったんでね、充電がね、同時にできないっていうね、まれてなことやりましたけど。さあ、ではね、
まずね、買ってきたのをいろいろとね、整理していきたいと思います。これね、まずね、どうしようかなと思ったら、ふとはデザートを最後にしますけど、ちょっとすみません。今ね、これね、実は、ね、焼きたてのね、まんじゅう、あの、さっきのおほぼんまんじゅう、ね、これをね、ちょっとゲットしましたので、これからね、ちょっといただこうかなと思います。何でしたっけ？また後で写真とかちゃんと出しますけどね、これがね、杉の屋さんね、黄金まんじゅう、黄金まんじゅう、すいません、ちょっと読み方をちゃんと確認しておけばよかったですけど、これは岡崎の、先のやつだな、で、これね、あずきと、あ、これわざわざね、書いてくれてますね、こんな感じで、ちょっと、はい、こっち手からね、かぼちゃで、こっちかあずきです。かぼちゃのまんじゅうですよ、かぼちゃのまんじゅうはちょっと、うちのね、そうなんです、リスナーさんでね、2人のかぼちゃ好きがいましてですね、もうとにかくね、かぼちゃ、かぼちゃが読めっていうね、違う、鈴月が読めだったのか、かぼちゃが読めだったのか、うん、とにかくね、かぼちゃを愛するね、男がいますからね、かぼちゃまんじゅう売ってますよ、静岡ね、うん。ね、今度一緒に静岡来た時は、かぼちゃまんじゅう食べましょうね。まずは、どうしようかな。あずきから行ってみようか。ちなみにそのね、ほらほらって言ってた。これね、ほら。あ、これかぼちゃの方取っちゃった。ほっとか、ほら、あとあとほかほかですよ。ほんとはね、カスタード今焼いてますよって言ってたんやけどね。まあとりあえずね、こっちもね、まだまだほかほかやったんでね。またカウンターのところからまた、老舗の感じでね、もう昔から使ってますって感じのね、美味しいもん、美味しいやつを出すとお店のね、雰囲気バンバンでしたからね。いただこうと思います。これね、おうちらゴーザソーダって何て言うんだっけ、他のとこ大判焼きとか回転焼きって言うんでしたっけね。あ、でここは黄金まんじゅう、これまたろうか、あ、でもさっきゴーザソーダがあったからゴーザソーダでも通ると思いますけどね、いただきましょう。ちょっと一回りゴーザソーダよりはちっちゃいけど、その分一回りちょっと分厚いかな。うん、聞いてください。がっつりかぼちゃですね。あ、これはまた緑茶かけにしといてよかった。これは大正解。あ、まい。はぁ、あ、私の場所言ってまんまと書いてますからね、歩きっぱなしでしたからね。いやうまっ、うんうん、あ、ホクホク、あ、もうこれまんじゅう、まあ、まんじゅうなんですけど、なんだろうな、あー、おいしい、おいしい、まさに黄金って感じになってますよね。黄金まんじゅうの何にふさわしい感じになってますけど、かぼちゃの甘みで砂糖も入ってると思いますけどね、かなりかぼちゃの甘みでね、こう、あの、このまんじゅう感を出してる感じでね、あ、あ、おいしい、これいろんなまんじゅう今までもう食べてきましたけどね、栗まんじゅうとかもありましたしね、最近だったらあれ、そうですね、栗、あれ栗まんじゅう、栗大福でしたっけ、あの1個まで食べてるとかね、あのありました。これはどこと、これは美味しいな、うん、美味しいです。これはね、他で食べたことない。かぼちゃの和菓子っていうね、まあ確かにいろいろありますけど ね、 あれね、それこそね、こう、あ、それこそまんじゅうみたいなやつから、うん、和菓子でね、和菓子でかぼちゃを使った和菓子なんていうのはね、見かけることもありますけど、いや、これはない、今まで食べたことない、これ、いやー、これは美味しい、これはいい店見つけましたよ。これは友人にもね、おすすめできます。あ、ちなみにその友人の友人がかぼちゃ大好きですからね、これ静岡来た時はもう来るよっていうことでね、好きな屋さんがさ、いうことがありましたね、うん、で、こっちが好き、うん、うん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 、おいしい。
粒あんですね。で、あの特徴としては下の生地を厚めに作っといて、そこに置いて上の生地を薄くするっていう構造なんで、これ結構均等にしようとするところが多いんですけど、あえてこれ下上下を作ってありますね。美味しい、あんも美味しいですけどね。生地がこうやって作ってあるとね、そしてチャーハンの味が薄くなるんじゃないかっていうね、あれもだから薄いのがいいっていうふうに言いますけど、これ生地が美味しいですわ。生地が美味しいから生地との相性でね、やっぱりその小麦と小豆のコラボレーション、うまい、うまい、これは当たりですよ。絶対だって絶対うまい饅頭を出す店の香りがしてましたもん。あのそれほどね、あの香りが強くね、あの小豆の香りがしてたわけではないんですけどね、なんて雰囲気でね、あ、これちなみに今2個食いましたけどね、1個1個まあまあボリュームありますね。あのさっき言ったようにパッと見ね、あの半径がね、あの大判焼きじゃねえと講座総量よりちょっと一回ちっちゃいかなって感じがしましたけど、分厚さがねしっかりあるんでね、あ、結構これね、多分ね、お腹が空いてたらね4つぐらい食うや、山田さんでね、あ、まあまあちゃんと小腹膨れるなって感じですから、普通の方多分2個食ったら十分ですよこれ、これ4種類製法ね、なんなら明日買いに行こうかな。さあ、あとはとりあえずこれがね、とりあえず何でしたっけ、杉の屋さんね、杉の屋さんの、これね、静岡市の駿河区なんですね。あ、ここが駿河区なんですね、やっぱ、まあ、中心部の、静岡市駿河区南町 4-35 ということで、あ、日曜日定休、危ない、明日だった休みだった、おお、じゃあ明日行こうっていうのはダメですね、無理ですね、あ、よかった、土曜日に来てよかった、はあ、よかったよかった、ということで杉根さんの大まんじゅうかな、小柿まんじゅうかな、すいません、確認またしときます。おいしくいただきました、ありがとうございました。この後引き継ぎね、どんどん紹介していきますからね。はい、こんばんは、山田と申します。何言ってね、データのアップロードとかしとったら結構いい時間になっちゃいましたね。まあまあ動画的には多分すぐにそうね、さっき上げとった動画の時になってると思いますけどね、なんか気がついたら1時間半ぐらいうろうろしてたから、何こんなんかね、あと何を買ったのかですよね。そうそうそう、本当に順番に、ね、スーパーで買ったやつ買っていこうかな、これなんですよ、あとで写真撮りますね、よいしょ、よいしょ。まずね、1個目がね、なんか黒はんぺんのフライなんですけど、焼津黒はんぺん、こっちって言ったら黒はんぺん有名らしいですもんね。なんかおでんによく使うらしいですけど、そういうのフライとかあったんでね、買ってみましたよっていうのと、しまった、橋をもらうのは、あ、いや、駅弁の橋がありますんで。で、ちょうどね、これと今、東海軒さんのね、駅弁の方のやつね、これ肩バスが売ってたんですけど、たまたまね、この東海軒さん、一緒、東海軒さんがね、このサンドイッチがあるんですよ。これですよ、これ。ちょっとね、あの、スーパーで買った時にもちらりと話をしましたけどね、これがね、そのね、有名な、かの有名なサンドイッチなんです。これちょっと後で写真撮っとこうと思いますけどね。もう今撮っとこうかな。よいしょ。これはね、あの東海道新幹線のね、ところで売っとって、あの初期の頃から、その東海道新幹線のなんか初期の頃からね売っとった、結構あの駅弁の中でもあの初期も初期の頃からやってるやつらしくて、あ、静岡駅構内ってなってますね、静岡駅での、あのあれかな、ホームで売ってるのかな、でこれがなんとスーパーで売ってるんですね。いやー、さすが静岡ですね。もしかしたらこの辺りだけかもしれません。藤屋っていうスーパー、まあ藤屋って名前もまたね、あのいかにもね静岡って感じがしますよね。いや、これはね、一回食べてみたかったんですよ。まだ私ね、食べたことないんですよ、このサンドイッチ。よくね、あのスーツさんね、の動画でね、あの紹介されたりもしてましたよね。そうそうそう、まあ有名なやつですからね。食パンとか27日の19時まで、ですから今日27、今日27、
あ、今日ね、今日夕にあったら大丈夫みたいですんでね。で、よいしょよいしょ。フライは、あ、フライはいいや。こっちと一緒に食べようかな。あの、幕の内弁当も買ってありますんで、この後の予告になりますけど。先にじゃあね、ちょっとサンドイッチからいただこうと思います。これね、こんな感じでね。これそうですね、駅弁だとね、なかなかね、あの、喋りながらなんか撮れませんけどね、あの、新幹線の中とかだとね、ここだったらね、ゆっくりね、喋りながら撮れる、いいじゃないですか。こんな感じで開けます。お、なんか面白い。このところに環境に配慮したアリなんですね。環境に優しくて、また可愛らしい鳥の絵がこんなところに書いてあるんですね。お食事後、このカップパックを折りたたんで、駅のゴミ箱へ入れるようご協力願います。駅のゴミ箱へ入れるようってなってるのが駅弁感ありますね。ちなみになんか、駅弁の定義だと、これはあくまで駅弁ではないらしいですよね。駅弁ってなんかこういったね、あの先に出してますけど、これ、ここには駅弁のマーク入ってるじゃないですか。これ駅弁でなんか幕の内弁当、これは幕の内ですけど、なんかね、ご飯となんか主食と卵焼きとなんかね、梅干しとなんかやって、なんか定義があるんですよね。あの、詳しく紹介した動画が別のところにね、探せばいくらでも多分出てくると思いますんでね、スーツさんがなんか前にやってたな、あれ、結構前だった気もしますけど、ね、なんかね、あの、上げて出しましたしね。まあ、他にもあるでしょう。ちゃんとね、詳しく調べた方のか、私はただただ、ふわっと喋ってるだけですからね。うん、この手に関しては、ふわっとした情報しか出せませんので、すいません。あの、他のね、ちゃんと専門的にやるよっていうところはね、ちゃんとエビデンスというとかもね、頑張るんですけど、すいません。それ以外のところはご容赦くださいということで、まあ、さあさあ食べましょう。これ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 。開けると、あ、こんな感じでね、あ、シンプルですけどね、サンドイッチが結構な数入ってるんですね。すいません、ちょっとね、ツイッター用のね、とかもね、一応お食事に聞きましたね。ちゃんとね、お手拭きが中に入って、駅弁ですね。で、煮崩れしないで、ここにね、あの、結構しっかりと包んでありますね。よしよしよし。そうすると、中から、こんにちはって現れるわけですね、これ。卵とハムですね。卵、ハム卵。もう、シンプルイズベスト。いや、素晴らしい。いや、素晴らしいじゃないですか。ちなみにね、ソフトクリームはやっぱ持ち込みダメみたいです。もう、こういう自販機での販売じゃないからなんでしょうね。まずは卵から。シンプルイズベストですけど、いや、美味しいじゃないですか。黒はんぺんフライ、へえ、他にもね、オムライスとか美味しそうでした。ちょっとね、ライスものだったんでね、今回はご遠慮しましたけどね、いただきましょうか。どんな感じかな。あ、半分ですね。あ、美味しい。イワシのすり身なのかな。あ、原材料名黒はんぺんとしか書いてないな。一応サーバーが入ってるみたいなこと書いてありますね。なんか美味しいわ。きっとね、これおでんに入れたらいい出汁が出るんでしょうね。煮物なんか、あの、お鍋なんかに入れても良さそうですし、お酒の酸化なんでもいいですよ、これ。酒買って飲もうかな。駅前なんてね、いくらでもね、そこあるんですよ。はい、こんばんは、山城と申します。というかね、まあ、続きで撮ってるわけなんですけどね、まあ、弁当シリーズって、他にもね、もう一個ね、あの、東海県さんのね、あの、弁当屋さんがありましたよね、あそこで買ってきました、駅弁。あの、もともと駅弁屋さんなんでね、東海県さんね、の、駅弁、幕の内弁当がね、売ってましたんでね、じゃあ買ってみようということでね、
ね、メーカーのやつは別にバラバラのところで買ったんですけど、まあ、結果的にね、こっちの方ではサンドイッチがね、売ってなかったってことなんで、駅の構内じゃなくて、あっちのね、先の動画で多分出てると思いますけど、ちょっとね、駅出てね、しばらくちょっと西の方に行ったところにね、はい、で、本当にお弁当屋さんみたいなね、普通のお弁当屋さんみたいな店舗なんですけど、近くですからね、いたらかと思います。なるほど、ね。結構、ちょっと、ゴミがしっかり固まってますね。なるほどね。ちょっと、くるくるってしたんですね。というですね。あ、じゃあ、幕の内って感じですね。ちょっと、見から。写真がブローブローしておきますんでね。それでね、ちょっと話しておきますけど、なんかね。あ、本当だ。やっぱかまぼことか入ってるわ。うん。確かね、ご飯に梅干しが入ってるでしょ。で、これ卵焼きが入ってるんですけど、写真撮ったのを開けときますけどね。で、なんか主菜と、で、かまぼこがなんか入ってないと分かるかな、と、漬物やったっけな。うん。確かに、今一通り揃ってるありがたいですね。いただきましょう。ね。幕の内ね、俵ご飯は幕の内って感じですね。何でしたっけ、なんか、もともとはなんか歌舞伎かなんかの、そのね、幕の内側でね、役者さんでね、化粧とかしますから、そういうのが落ちないようにってね、一口でパッと食えるように、こういう俵型のご飯になってるとか、なんかね、いろんな用意があるんですよね。あと、冷めてても美味しくなってるようにね、作ってくれますからね。こういうところで買うときは意外と、いいんですよ。うん。よく入っとっていいですね、うん、はい、ということでね、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。いや、あれですね、一つだけでちょっと浮かってたったのが、端っこに写真に、ね、出てると思いますけど、端っこのところにね、なんか風に入ったね、なんかゼリーのカップみたいなやつじゃないですか。私デザート用のデシーなんかなと思ってたんですけどね、途中かなり食べ進んでから気が付いたんですよ。あれ、これゼリーじゃねえなって、よく見てみたら、この辺りの名産わさび漬けだったんですね。これはご飯なしではまずいぞということでね、慌てて動きってね、食べましたけど、これはご飯がね、思いっきり進みすぎるやつですからね、うん、危なかった危なかった。あれデザートにと思ってご飯全くなくた状態でペレッとめぐったら、ボシューってなりますからね。ここないですね、飲食店業がないはずなんですよ。完全にこれだけじゃないですか。なもんでね、飲食提供が確かこの店をやってなくて、うん、フード注文のボタンがないですんで、多分そうなんだと思います。モーニングサービスもないのかな。だったら別にモーニング待たずに、朝でね、試練で書いてもいいですし、うん、まあとりあえずちょっと仮眠取るかな。いやでもロッテ線良かったな。ちょっといろんな大人の事情というか、まあ、単にここがね、パリーグルが見れるものですもんでね、開発さんは、パリーグ TV を見とったわけで、まあそういうあれですけど、まあ今日はいい一日だったんじゃないでしょうか。よし、じゃあとりあえずね、おいしくいただきました。ごちそうさまでした。まあ幕の内の方まさにそう、冷たくて感じで、まあまあそうですね、サンドイッチもね、そきのない感じのね、定番って感じのね、王道ですよね。定番は王道でございますからね。久しぶりにここだけ王道のねやつも食ったなってことでね、ちょうどいい具合ですね。ちょうどいい具合なんでね、ちょっとここから軽くね、休みを取って、で、明日に備えようじゃないかと思います。ちょっと早いですけど、多分、で、そのうち、多分友達から電話かかってくるとは思いますけど、まあ、そんなところですね。いらっしゃい。だったら、とりあえずね、今度が一回ちょっと閉めようと思いますね。ということで、少しとありがとうございました。はい、ということでね、まあ、ちょっと一眠りをして、出てきましたと、夜の10時ぐらいなんですけどね、まあ、ちょうど目も覚めてきたんで、よし、じゃあ、まあ、今の時間にいたら、まあ、終電までね、余裕もありますし、
もう一回じゃあ草薙まで戻って、今からどうしようかな、もうちょっとずつ下道で戻っていこうかなという、いうような感じで考えてます。ちょうどでもね、涼しくてちょうどいいですね。ギリギリ雨も当たってないんですけど、どうもちょっとやっぱこの後下り坂みたいですんでね、天気の方は。こうして見るとやっぱ静岡で駅大きいですね。はいよ、ということで充電してきましたけど、そこですね、この時間でも15分間隔でずっと走ってるんですね。やっぱピッと走って、はい、入れた。さすがにだいぶ店とか、中のベルマートとかしてもらってますけど、こっちは新幹線乗り場か。子供は来たり、でも結構、まあまあいいペースで来るんですね。で、浜松ホームに行ったら、草薙でこっちね。熱海方面で行ったらよしと。ちょうどもう電車来てますね。三島駅なんだ。これ乗ったらいいんか。ここがち。へえ。こんな電車の仕方してるんですね。これ乗ったらいいみたいですね。じゃあ乗っていきましょう。ザロングシートですね。草薙駅まで戻ってきました。まああとはもうまた駐車場の方に戻っていくだけですけど、上り専用ですもんね。よいしょ。ちなみにどれぐらい取れるか分かりませんけど、夜の草薙駅、まあ10時20分ぐらいかね。結構静岡銀行の建物とかでかいですね。本店なのかなこれ。すごいですね、立派な建物も草薙駅の駅もありますね。で、まあ、止めた。駐車場止めたらこっちの方で。まあ、綺麗ですね。駅前も、ね、ちゃんと、北側の方もちゃんと整備されてますからね。街灯がここにあるというのも面白いですね。で、どうしようかなっていうところですけど、まあ、ぼちぼちと戻ってこうかなと思っております。いろいろとありますね。やっぱいろいろ、富士って名前が多いですね。富士、駿河、ね。駿河自動車学校とかってなってますね。まあ、帰りはね、下道で戻っていこうと思ってたんで、ちょうど夜やったらね、空いてるでしょうし、いいんじゃないかな、ということでね。まあ、私ね、言うてね、今ずっと夜型なんでね、逆にこの時間からが、さあ、ちょっと、どう、ね、朝の、ちょっと8時ぐらいから出かけてるような感じですからね。よし。ね。じゃあ、さっと。戻っていこうかなと思います。道中で何かあったらね、それぞれスポットで撮っていこうと思いますけどね。ひとまずね、本編動画はこれで終了でいいのかな。まあ、いろいろとこんなのいろいろ買ってきましたよということでね、終わらせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。はい、ということでね、岩田まで走ってきましたけどね、初めて、久しぶりに、信号が出てきたなと思ったらね、なんとね、このお店も出てきましたね。ちょっとね、実は静岡市でバイパス入る前にね、あるな、なんやろこの店と思っとった店がね、よかった、岩田にもありましたね。なんかね、江戸切りそばってなっててね、ちょっとピントが合わないけど、もう夜中なんで、なんかね、これちょっと字読めやかな、ゆれ太郎って名前でね、朝5時から朝そば300で、安いな。これ、そばなんや。うどんなんかな、どうなんかなと思ったら、朝そば360円ってことの安いです。大盛りも無料ってなっとるし、ほら、これはちょっと期待してんじゃないですか。トラックの運転がわーっと入ってきてますんでね、これは期待したいなと思います。江戸切りそば、ゆで太郎。ちょうど夜食にいい時間ですね。ちょっとね、結局ね、駅弁食ってから何も食ってませんでしたからね、24時間営業ありがたいですね。なるほど。ちょっと食べてこう。いやいや。さあ、食べてきましたよ。ゆで太郎さんってことでね。まあ、まだ駐車場にいますけど。いや、美味しいですね。いや、これは当たりです。ボリュームしっかり。600円のなんか特盛りセットみたいなやつ買ったんですけどね。まあ、これはもうデフォルトでね、蕎麦が大盛りとか、あれが特盛りなのかな。肉と玉で収まってんのかなくらい、でっかいね、お蕎麦とね、それにね、天丼がついて、まあ、日替わりらしいです。こっちの、丼ぶりが、ものがね、日替わりらしいんですけど。いや、これは食べ応えありましたし、よかったです。私、あったかいそばとね、冷たいそばと選べるみたいで、冷たいそばはどうもざるで、あったかいそばがかけうどんって感じみたいなんですけど、天かすとか乗せれますよという感じらしいになってましたけどね。うん、いわゆる
セミセルフって言ったりだから、セルあの、ね、食券を渡して、で、出来上がったらまた取りに行ってっていう感じのね。で、あの、カウンターにずらーっとね、トッピングとか置いてある、それを自分でのお好みで振りかけてというタイプですよね。うん。で、その分値段安くします。いや、安いです。600円。税込み600円でね、いいですね。がっつり切りましたよ。これは素晴らしい。これは素晴らしい。でね、これね、であれですね、これ冷やしにしてもよかったかな。今日ね、温かいのにしてみたんですけどね。あのね、冷やしだとザルで、で、そばつゆが無料でね、あの、置いてあるんで、あの、ご自由にそばつゆどうぞってなって、あ、これは、なるほど。あ、そういうサービスまであるのかと、ね。これはびっくりですね。いや、これはちょっと、これはちょっと、よかった。来てよかった。いや、静岡ありますね。これ静岡だけなのかな。ちょっと後でまた調べようと思いますけどね。今から見といたらいいか。ちょっと、夕飯の、胃袋の処理をしがてらね、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ということでね。あの写真とかはこんな感じっていうのね、途中で多分載せてたと思いますけど、よかったです。で、面白いのがこんなね、テーブル拭きがね、これなんでしょうね、もしかしたらコロナ対策でダスターを置かないようにしたんですかね。使い捨てのやつでテーブル拭いてくださいって置いてあって、そこのところにね、こんな感じでね、ただ置いてあるだけじゃなくて、こんなんが書いてある、こんなん書いてあるから、前からもともとそのコロナ対策より前からこういう風な、お手拭きのテーブル拭きの形にしてるのかもしれませんけどね。だとしたら衛生面とかで、先見の目が、いや、すごいなということでね、本当に、いや、これ、四日市に普通にできてほしいよという、お店でございましてね、美味しくいただきました。ありがとうございました。ということでね、とりあえずこの動画はこれぐらい締めたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。